どうやらアルテミスの役は私に向いていたようだ。女神アルテミスは最高神ゼウスの子、双子の兄であるアポロンと共にオリュンポス十二神の一柱に数えられる存在である。ただ彼女の母親はオリュンポスの神々と敵対したティターン族の女性だったと言われている。ストイックで己にも他者にも厳しい生き方、しばしば見せる人嫌い、特に男嫌いの姿、それはそんな出自ゆえかもしれない。またアルテミスは月の女神としてもよく知られている。月の女神、神秘的な美しさを持つ孤高の存在。ただ眷属を引き連れて野山で狩りを楽しむ姿は、そんな彼女のイメージとはやや違っている。ギリシア神話のオリュンポスの神々の多くは、もともとはギリシア人に征服統合された人々の神だった。アルテミスの場合、ギリシアの先住民が信仰していた女神に金字の性格を持つ他の様々な女神が融合したと考えられている。月の女神セレーネはもちろん、クレタ島で信仰されていた出産の女神にして子供の守護神エレウトゥイア。中でも大きな影響を持つのは小アジア、今のトルコに起源を持つ冥府の女神ヘカテーだ。このヘカテーという神は三つの姿を持っている。その性質がアルテミスに受け継がれ、アルテミス自身が多様な性格を持ったと類推されている。さらにギリシア神話の根幹は紀元前8世紀頃には成立しているが、ほぼ現在の形になったのは紀元前4世紀だ。その過程で各地の在来する女神と融合して独自の姿を持ったアルテミス像が逆輸入され、さらにアルテミスの性格に付加された。例えばローマ神話は紀元前6世紀頃、ローマ人がギリシア神話をもとに創作されたものだという説があるが、この時アルテミス神をもとに作られたディアナ神には、さらにイタリア半島で古来信仰されていた森の樹木の神が融合している。クリミア半島で信仰されていたアルテミスは生贄を求める苛烈な神とされていた。小アジアで信仰されていたアルテミスは豊穣多産の地母神でもあった。その地のキュベレー神と融合したものと見られている。そんな多くの女神が融合して完成されたアルテミスが様々な役割、様々な性格を持つに至ったのは当然と言えるだろう。その中でも核の性質となったのが月の女神であること、狩りの女神であること、そして孤高にして潔癖な性格だ。満ち欠けしていく月の姿はヘカテー神の変容する姿と同じとされた。クレタ島を狩り場にし、新月を銀の弓にして眷属と共に野山をかけて狩りを楽しむ男嫌いの処女神であり、さらには他の神々とも距離を置き、他者に心を許すことがほとんどない。わずかな例外が両親であるゼウスとレト、双子の兄アポロン、それに彼女の恋人。神話ではアルテミスの恋人となったのは二人、アテナイの王子ヒッポリュトスとオリオンだ。ただ両者の神話には共通する部分が非常に多い。ヒッポリュトスの物語をもとにオリオンとの物語が作られたと言われている。オリオンとの物語、実はこれは一般的なアルテミス像から見ると得意な部分が少なくない。アルテミスが恋愛をする
というストーリーの根幹はもちろんだが、そもそもオリオンを狩りに連れて行ったのも異質だ。それまでアルテミスの狩りの眷属は女神たちだった。男であり神ならぬ身のオリオンが参加することは異例だった。神である以上、人の願いに対しては応用に応じるか、自身の周りの事柄に関しては厳格で規律に厳しいアルテミス。そんな普段の女神の姿からすると違和感が大きい物語だ。ただ神といって普遍なわけではない。それは他の神々の逸話でも散見されることだ。アルテミスもオリオンとの出会いによって変化した。そう読み解くと、この物語の構造が腑に落ちる。演じる役としてのアルテミス像も見えてくる。クレタ島での狩りを無常の楽しみとしていたアルテミスにとって、オリオンは特別な存在だったのだろう。神と矛を並べて狩りを行い、弓の技術でも引けを取らなかった。神である兄、アポロン以外に、そんなものはいなかっただろう。アルテミスが、それまで持っていた世界の常識は、オリオンによって完全に破壊された。オリオンは、自分を新しい世界に誘ってくれる存在。だから、アルテミスにとって、彼はかけがえのない存在だった。かけがえのない存在との出会いによって、変わっていく自分、というアルテミスの変革の物語。それがアルテミスにとってのこの物語、逆境のオリオンと言えるだろう。アルテミスはオリオンと出会い恋に落ちた。それはきっと彼女をより強く美しくしたに違いない。その強さがあったからこそ、絶望の淵であっても諦めずオリオンを星座にすることができたのだ。悲しいだけではない。アルテミスとオリオンの神話は出会いの賛歌。私はそう感じ、あの舞台を演じた。逆境のオリオンでは描かれていない物語の続きが神話にはある。自らの手でオリオンを殺害してしまったアルテミス。しかし彼女はオリオンと過ごす日々を諦めなかった。アルテミスは、医師のアスクレピオスに、オリオンを蘇らせることを頼み込んだ。このアスクレピオスは、当代随一の名医と言われており、他ならぬアポロンの子供だ。どんな名医と言っても、死者を蘇らせることなど、普通はできるはずがないが、アスクレピオスは違った。彼は、妖怪メデューサの蘇生作用のある血をアテナ神から授けられ、過去に多くの死者の蘇生に成功していた。だが冥府の神ハデスはアルテミスの願いを許さず、オリオンの蘇生は叶わぬものとなる。そこでアルテミスは今度は父である最高神ゼウスに嘆願した。死せるオリオンを天に召して、星座にしてくれるようにと。そうすれば、アルテミスは銀の馬車で夜空を駆け、オリオンと再び会うことができると。父である最高神ゼウスは、アルテミスの願いを聞き入れ、オリオンを星座に変えてやった。それがオリオン座。アルテミスは、銀の馬車で夜空を渡るとき、月に一度だけオリオンと会えるようになった。絶望の中でも諦めず、ついには願いを果たしたアルテミス。ただこの願いの成就はアルテミスだけによるものではないと私は考えている。アスクレピオスもゼウスもアポロンの血縁者だ。ことにアスクレピオスはアポロンの子供。アルテミスの邪魔をしようとすればいくらでもできたはずなのだ。それなのに、アポロンはなぜ
アルテミスの行動を許したのか。アポロンはやはりあの行い、アルテミスにオリオンを居殺させたことを後悔していたのかもしれない。アポロンとアルテミスほど一対の神とされている神々は珍しい。二人には双子でしかありえないつながりがあったと言っていいだろう。だがそんな二人の前に現れたのがオリオン。多くの女性たちと浮き名を流し問題を起こしていた若者だ。しかも彼はオリュンポスの神々とフグ大帝の敵同士だったティターン族の出身だ。アポロンからすれば二人の交際はとても許せることではなかったのだ。大切な人には幸せになってほしい、その気持ちは古今東西変わらぬものだろう。だからアポロンは良かれと思って二人の交際に反対した。だがアルテミスはそれを聞き入れなかった。たとえ仲のいい双子とはいえ譲れないこともある。それだけアルテミスはこの恋に夢中になっていたのだ。そしてアポロンはあのような手段を選んだ。愛する者の命を自分で奪わせるという狂気の策謀を。愛する者の命を自分で奪ってしまうとは、その悲しみどれほど深かったか。アポロンはアルテミスを絶望させれば全てを終わらせられると思ったのだろう。だがアポロンはアルテミスが絶望の中でそれでも諦めることなく行動するのを見た。そして初めて気がついたのだ、自分が間違っていたことに。それに気づいたアポロンはもうアルテミスを止めることができなかった。あるいは止めるどころか陰ながら支援していたのかもしれない。だがそれはまさしく神のみぞ知ることか。考え出せば止まらない、実に興味深い話だ。だが私たちにとって大事なのはどう演じるか、それだけだ。事実説得力などはその裏付けに過ぎない。逆境のオリオン、この物語ではオリオンだけでなくアポロンもアルテミスも皆が逆境に立たされている。その逆境の中で悲しく沈みゆく物語も美しく、その逆境に抗い輝く物語もまた美しい。私はあの舞台を終えた今も、いや今だからこそそう思っている。この前の舞台では愛情と神楽、そして私という巡り合わせであのような結末になったが、たとえ次に同じ舞台をやったとしていかなる結末を迎えるのか、それは舞台のみぞ知るだ。いずれにせよ次の機会も心震わすような舞台演じてみせよう。